とギターとあとまあいろんな楽器組み合わせて演奏しています。1曲目ですね、ちょっと皆さんの知ってるしっとりした曲がいいかなと思って、あの酒井真理子さん青いウサギという曲ですね、聴いてください。
ですね、あれに合うっていうのをちょっと発見しまして、千本桜という曲ですね、ちょっとやってみたいと思います。Thank you.
シティハンターですね。ちょうど最近実写化されたっていうのもあったので、ちょっと登場させてみましたので、本当はピストル出す予定じゃなかったんですよ。今日直前の LINE の打ち合わせで、駅でねピストルをちょっと振り回したらちょっと大事になるんじゃないかって、手ピストルにしようかとかってちょっと悩んでたんですね。だけど多分ここの場に来たらなんか気持ちくなっちゃって、なんか登場してましたね。一瞬私も動揺しちゃいました。出禁にならないよう頑張りたいと思います。あとそうですね、ここは音量制限があるということでね、70デシベル出してちょっとうっかり忘れて私も頑張っちゃったので、